はい、ガイズ、どうも岡田でございます。今日はですね、何の話かっていうとですね、これでございます。これでございますって言われてもよくわかんないよね。知り合いがですね、新しいアルバムを作りまして、バキバキしたエレクトロが好きな人はおすすめです。もうすでに公開されています。その新しいアルバムのですね、このアートワークのこのデザインをですね、僕が描きましたのでご紹介でございます。いや、知り合いって言っても音楽作り仲間なんですけど、すごいんですよ。まだ高校生なんですよ。なんかね、すごい若い。いや、すごいね、今の高校生はね。今中学生でもこんなのやってる子たちいっぱいいますからね。今の若い人たちのパワーはすごいですよ。ネピカク、ネピカっていう名前で、今はニコニコ動画で活動している方です。フリーでね、ダウンロードできるんで、よかったら聞いてみてください。下にリンク貼っておきます。タイトルはビートメーカーです。エレクトロなんで、クラブミュージック系です。四つ打ちのドンタカドンタカいう感じの曲なんで、そういうのが好きな人はぜひ一回聞いてみてください。僕はこういうアートワークも作ったりしてるんで、それもよろしくお願いします。じゃあみんな聞いてね。ではさようなら。